橋本チャンネル始まりました。はい、橋本里奈です。今日はタイで買ったものを紹介していきたいと思います。タイはナイトマーケット夜市みたいなのがありまして、もうめちゃくちゃ安いんですよ。なんでいっぱい買い物したので、ちょっとそれを高速紹介していきたいと思います。まずこのパンツも買いました。これ全身映らへんの。こんなパンツ買いました。楽ちんパンツ。じゃあ買ったものを次々紹介していきます。まずはシャーベットのメンバーと一緒にタイパンツ買いました。かわいい、こんな感じです。これのポップスもこういう感じで買いまして、ピタピタ。まだまだあります。あ、さっきのは多分300、400円とかです。安すぎ。こちらワンピースで1500円ぐらいだったかな。かわいいワンピース。こんな刺繍が入っててかわいいんですよ。シワシワやね。こんなかわいいワンピースを2個ぐらいですねゲットいたしました。かわいい、はい、アーミンと色違い。これは首にこういうのがついてて、羽がなんかワンピースこういう感じです。これもマジ1200いくらだろうな。安いです。昨日着てたんですけど、これがマジ可愛かった。これも1000円ぐらいのこういうズボンに昨日このタンクトップ着てたんですけど、めっちゃ可愛い。このタンクトップほんと数百円で買って、200円300円ぐらい分かんないけど、そしたらこのさ文字がちょっとずれてたっていう、右に文句言えないですよね、安いから。でもめっちゃパッドもついてて、これ昨日1枚で着てました。超楽ちん。あとは水着もゲットしました。こんな感じの、これしゃべちゃんの企画でゲットして、しゃべちゃんにアップされると思います。動画がもしくはアップされてるかなと思いますが、こんなんと下がこんな、かわいい、こういうなんか編んである感じの水着。結構多くて、タイこういうのがめっちゃ可愛くて来ました。こういうアンデルシリーズで言うと、じゃーん、こちらです。これも可愛いよね。水着の上にも着れるけど、 T シャツの上にもベストみたいな感じで着れると思います。これのリュウのおすすめは紫のズボンも一緒に買いました。ただびっくりするがシワシワやんだけど、これどうすんの、シワシワすぎて。でもこの服にも紫が入ってるんで、一緒にこういう感じで着てもめっちゃ可愛いかなと思って購入いたしました。ただなんか飾ってある時全然シワなかったんけど、袋で後ろからじゃあ新しいの出しますって言って出してもらったら、もうシワシワすぎてタイでは着ることできませんでした。ちょっとアイロンしたり洗濯して伸ばして干せばいけるのかな。ただこれ分かるんかな、透け感がすごいんですよ。透け透けすぎるんですけど可愛いです。あとこちら、じゃーん、これめっちゃ可愛い、タイパンツ買いました。これマジ可愛くない、よいしょ、可愛すぎ。いろんな色あったけどピンクです。かわいい。いや、マジいつ履くんって感じやけど、これの家で履くよ。かわいすぎる、マジ。こんな感じです。これほんとかわいいな。マジでいろんな色あって、いろんな種類あったんですけど、私はピンクにしました。
スカートめっちゃ安い、1000円ぐらい。普通に冬でもブーツとかで一緒に履けるかなと思って買いました。ただやっぱ1000円なだけあってちょっとシワも気になるのと、一応中がこういうキュロットズボン型にはなってるんですけど、ペラペラではあります。ただまあ履き方というか、これにいいブーツ履いてたらバレへんかなって感じではありますね。服はこんな感じです。あとはね、ドリームキャッチャー、今の家のベッドにもドリームキャッチャー置いてるんですけど、ちょっと色違うやつをゲットいたしました。これマジ可愛いよね。あとはね、下着を写すか迷うけど、こんな感じです。まあ私こういう後ろがレースのやつが好きなんで、こういうの買いました。ちっちゃいのあんま写したくないけど、これも 4つで1200円ぐらいだから1つ300円ぐらいかな、わかんないけど可愛いですよね。こういう感じで買いました。全部買っても1万円ぐらいを買えたから、1万円ちょっとぐらいかな。企画で買ってもらったものもあるんで1万円ちょっとぐらいでこんな大量に買い物できました。いやマッハで紹介しましたけど、こんな感じです。ね、今日ね、この後ね、もう一回今から収録でウィーケンドマーケットっていうのかな、週末だけやってるお昼のショッピングに行きます。なんかあればまた買って紹介します。もうキャリーバッグがパンパンなんで、これ以上買わないどこかなとは思っておりますが、今日チェックアウトもあるんでなんですけど、とりあえず行ってきたいと思います。ってことで以上、タイで購入した購入品紹介でした。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、橋本チャンネルでした。バイバイ。コップンかー。